どうも皆さんこんにちは、着伐です。今私はですね、横浜駅におりまして、本日はこちらですね、映ってますかね、横浜ベイシェラトンホテル&タワーズですね。本日はですね、こちらに2泊ですね、お世話になろうかなというふうに思っておりまして、本来ですね、ちょっと息子の誕生日でアンパンマンミュージアムにですね連れて行くためにね、こちら宿泊しようと思ってたんですけども、なんとですね、マリオットモームのアプリでアップグレードがね来ておりまして、ちょっとこれにね出しておきますけども、スイートルームにですねアップグレードが記載されていてですね、私ねこういうの今までね受けたことなかったんですけども、今回ね事前のねスマートフォンアプリでもうねスイートルームがね記載されているっていう風になりますんで、まあ実際ねこれでスイートルーム入れるかっていうのと、まあねこれ横浜ベイシェラトンですねスイートルームね、ぜひ皆さんにねシェアしたいなと思っておりまして、今回ね動画を撮らせていただいております。またね今ねこんな世の中っていう風になりますんで、まあどんなサービスがねされているかっていうのも皆さんにねシェアできたらなという風に思っております。それではですね、今ね夜の7時ぐらいだと思うんですけども、チェックインねもうできるっていう風になりますんで、早速ねチェックインの方していきたいなという風に思っております。それでは行きましょう。今はエレベーターを待ってます。いやかなりかっこいいですよね。今回ね3回目の探査ですね。はい、エレベーター来ました。ですね、本来はクラブラウンジでねチェックインできるようなんですけども、今はねできないっていった形になっております。それでは、ね、チェックインしていきます。それではですね、無事ねチェックインすることができました。今回ですね2712ということで、中ねどんな感じになってるんでしょうかね。それでは中まだ私もね見ておりませんので入っていきたいと思います。ではね中に入ってきました。ちょっとね明かりをつけますね。いきます。いやすごいですね。いやすごいすごい。いやこっちにも丸テーブルがあって、いやすごいですね。いやこれホテルの中ですかって感じですね。いやすごいですね。それですねちょっとね興奮してるんですけども、カメラ切り替えてですねちょっと細かくね見ていきたいなというふうに思います。それではですね、カメラの方ね切り替えさせていただきました。いやすごいですね本当に。いやめちゃくちゃすごいですねどうしましょうか、どこから見ていきましょうかね。まずこちら側で入り口立つとねこんな感じで、で左側にねこちらクローゼットですかね、ちょっと中見てみましょうと思ったら、こちらはお手洗いですね。お手洗いがこんな感じでね自動で蓋がね開く感じので、独立したね手洗いがねついてるんですね。はい、であれですね、石鹸はいつものシェラトンっつったらこれってやつですね、こちらになります。いやすごいですね。いやすごい。それではね次見ていきましょう。こちらの左側に、丸テーブルがあって、椅子が4脚ね置いてありますね。こちらで会議とかできるようになってるんですかね。こんな感じになってます。そのままそっち側行ってみましょうかね。こちらにね絵が飾ってあって、でこっちがね、いやーすごいですね。ちょっとね今反射しちゃってね見づらいんで、後でね撮りたいなと思うんですけども、いやすごいですね。ちょっとちらっとだけこんな感じです。ちょっと反射しちゃってますね。後でちょっと明かり消してね映したいと思います。いや本当に高島屋がね目の前に見える感じですね。高島屋ビューですね。はい、まあそういうのは置いといて
次行きましょう。でこっち側行くとですね、デスクがあっていいですね。仕事もはかどりそうなデスクですね。ちゃんと今ねこんな時期なんでアルコール消毒とね、こういうのも置いてありますね。でインルームダイニングとかね、こういうのも書いてあると。でこっち側にはデスクとね、あデスクじゃない、こちら側にはですね電話とメモ帳、あと AC がありますね、あと LAN ケーブルがありますね、あと USB と HDMI とかね、そういう端子もこちらねついてるんですね。すごいですね。 Bluetooth とかもついてますね。あこれスピーカーにつながってるのかもしれないですね。いやこれはすごいですね。こっち側に行くとこっちは T セットですね。いやすごい、ちょっとカメラが映っちゃってて申し訳ないんですけども、コーヒーマシンですね。こちらは何ですかね、ネスプレッソじゃなさそうですね。こちらはどうやって開けるんだろう。あこっちですね、下から開ける感じですね。はい。でこちらはどれだろう、 UCC のコーヒーメーカーですね。はい。あと紅茶とか煎茶とかもね一緒にある感じですね。あとお水が2つ、こちらは無料になってます。で後でね、あのプラチナステータスの特典ね、おさらいねしたいと思います。で下は空ですかね。よいしょ。あ下にケトルとか、ケトルとか、入ってますね、ワインとかね。でその上にはグラスと。ほうほう。でこの下には氷、ロックアイス入れるやつとケトルですね。あとこっちは入って、あこっちに冷蔵庫があるんですね。でちょっとスーツケース見えてて申し訳ないんですけども、こっちは空ですね。でこっちに冷蔵庫と。で冷蔵庫はこんな感じになってます。こちらね、あの有料っていう感じですね。それではですね、ソファースペースね見ていきましょうかね。いやすごいですねこのソファーこのソファーはすごいな。いやすごい。で今回ですね、息子の誕生日っていうことをねお伝えして、まあこのアップグレードもねいただけたのかなと思ってます。まあお花がねこんな感じでいただけるということで、かなり粋なサービスですよね。ありがたいですね。でですね、こっちには空気清浄機ですかね、はいあります。でこっちにはかなり大きい液晶テレビがねドカンとありますね。こちらは東芝製ですね。その下に東芝の、これはあれですかね、スピーカーですかね、一緒についておりますね。それでは寝室の方ね見ていきたいなと思います。こっちにねつながってるんですよね。いや入ります。おーすごいいやこっちもめちゃくちゃ広いですね。もうちょっとベッドルーム狭いのかと思ってたらかなり広いですね。見ていきましょう。まずねベッド周りですね、こちら電話とメモ帳、あとこちらね地位充電器のついたアラームですかね、あとテレビのリモコンが置いてあります。でここの中は多分聖書とか入ってるのかな。あそうですね、あと非常灯ですね。よいしょ、ちょっとよいしょ、はい。で、ベッドですね。あこちらは息子が誕生日っていうことを伝えましたんで、ケーキがこんな感じで、いやー素敵なおもてなしですね。本当にありがたいですね。いやベッドねこっちから見るとこんな感じです。かなりでかいですよね。じゃあそのままベッド反対側行きましょうかね。でこっち側には、ライトとマスタースイッチと、これ何ですかね。お、これは回転する読書灯的な感じなんですかね。いきますよ。はい。いやこれちょっと最初何か分かんなくてびっくりしましたね。はい、これはライトですね。で右側にこれまたあれがありますね。HDMI と USB と Bluetooth とイヤホンジャックまでありますね。はい。でこちらの下は何かあるのかな。こっちは何もなしと。よいしょ。でこちらにまたね窓があるんですね。すごい、窓が3箇所もあるんですね。でこちらに一人掛けの椅子がありまして、こっちにねまたテレビがね
結構大きめなのがねあるんですよね。でこちらも東芝製ですかね、あります。それではシャワールームね行きたいと思います。おお、こんな感じです。すごいですね、洗面台も2つある感じですね。ちょっとね声響いちゃうかもしれないですけど、お水もね2つありますね。でシェラトンの先ほどの石鹸と同じ石鹸がありまして、で下にですねタオル類ですね、体重計とゴミ箱とありますね。でこっちが、こっちにもねトイレがあるんですね。いやすごい、トイレ2つあるんですね。でこっち側にはね拡大鏡があってですね、下にコンセントがあります。でですね、アメニティ類ね置いてないので、おそらくここですかね、違う、あこっちですね、こんな感じになってます。いやすごいですね、櫛もすごいしっかりしたのがありますね。あと体洗うやつ、あこういう化粧水乳液とかもねあるんですね。いやすごい、こういうのがあるんですね。アフターシェービング、ヘアリキッド、ヘアトニック、いやすごいですね、これはちょっとびっくりです。それではお風呂場行きましょう。よいしょ。それではね中入っていきましょう。シャワーヘッドはねそこにあって、アメニティはねこちらですね、シェラトンといえばってやつですね、こちらのブランドです。で上にですねもう一個、ちょっと映るかな、入らないですね、よいしょ、入りました。こちらのね上からのシャワーもね切り替えれば利用することができます。こんな感じでね洗い場がねついてるっていうのはいいですよね。でこちらがバスタブです。でバスタブ全部入るかな、入りますかね、よいしょ、入りましたね。こんな感じでかなり大きいです。でアメニティがね奥にまた置いてありますね。でこちら枕ですかね、左側に置いてあります。いやーすごいですね、こんな感じになってます。ホテルの客室としてはですね以上ですかね。それではこちらのクローゼットですね見ていきたいなと思います。いやこちらもかなり大きいですねすごい、中にねガウンが2つ入ってますね。いやかっこいいですね、シェラトンのガウンもいいですね、ゴールドですね、はい、2つガウンがあって、あとねアイロン台、あとアイロンがありますね。こちらには袋だったり、あーすごいですね、室内専用のスリッパと子供用のスリッパもありますね、かなり可愛いですねこれね、ありがたいです。あとでね息子に履かせたいなと思いますね、よいしょ。であとパジャマが、あ子供用も一緒になってるのかなっていう感じですね。いやこれはありがたい、すごいですね。で下に金庫があるっていう感じですね。でこちらにね、こちらファブリーズ的なものですかね、あと替えの布団ですかね、これは枕ですかね、置いてあるっていう感じになっております。いやこっち側から見てもねかなりベッド大きいですね。いやすごいですね、これがスイートルームなんですかね、いやすごい。ということで今回ねこちらの客室自体はですねジュニアスイートみたいですね。いやありがたいですね。この横浜ベイシェラトンホテル&タワーズっていうのはですね、私ねスイートナイトアワードっていうのはですねあと5泊分ね残ってて、まだね1泊も利用できてないわけなんですけども、このね横浜ベイシェラトンで1回ね使おうとしたんですけども、このホテルはですねスイートナイトアワードを申請したとしてもスイートルームね対象じゃないんですよね。ですのでできて確かプレミアムルームぐらいまでしかねリクエストができないんですよね。ですので今回ですね普通にね特に息子のね誕生日のお祝いで宿泊するっていうことは伝えさせていただいたんですけども、スイートナイトアワードもですね今回使ってないんですよね。にもかかわらずですね今回ジュニアスイートにねあげてもらえたってかなり嬉しいですね。ちょっとね後でね価格ね調べちゃいたいなというふうに思います。でですねマリオットボンボイのプラチナステータスの特典についてはですね、レイトチェックアウトに関してはチェックインの際にねちょっと案内がなかったので字幕出すなりねしておきたいなというふうに思います。でですね今シェラトンのクラブラウンジですね、今はね営業時間が10時から9時までで、チェックイン自体もですね前回はクラブラウンジでねさせていただいたんですけども、こちらも今やってないそうなんですよね。で今衣服ロントでねチェックインチェックアウトしてもらってっていう感じですね。で、10時から9
9時までねラウンジ空いてるんですけども、イブニングオードブルとカクテルアワーに関してはですね5時から8時ということで、まあラウンジ自体のね、食べ物等々もほとんどねこの8時ぐらいでねなくなってしまうのではないのかなというふうに思っております。前回はですね私全然まだコロナとかねそんな時期じゃなくてですねこちら宿泊したんですけども、その時もですね朝食に関してはこの結構有名なねレストランなんですけども、このコンパスってところでですね食事ねさせていただいたんですけども、今回ねこんな感じの世の中の対応でコンパスで提供いたしますっていうことを今ねチェックインの際にね言われましたので、もしかしたらですね今後ね前回私はコンパスでね普通に朝食ねいただいたわけなんですけども、今後ね普通にねなった時にこのコンパスではなくてもうねラウンジで統一されるのかもしれないですね朝食に関しては。ですのでこの点はね覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。前回はね普通にコンパスでね普通に朝食だったんで両方ね楽しめるみたいな感じだったんですけど、もうね今後はできなくなるのかもしれないですね。で一応裏にですね各所のですね営業時間ね書いてあるんですけど、まあここはね今現時点はねこうなんですけども、まあ今後ね変更されると思いますので、まあここはね参考にならないかなというふうに思います。多分ね今後ねどんどん変わってくるかなというふうに思いますのでね。ということでこちらにね2泊ね宿泊させていただくわけなんですけども、いやね本当にマリオットボンボイのプラチナステータスになってで、かれこれですね、もう結構経つんですけども、国内でねスイートルームにアップグレードしていただいて、まあ今回ねスイートルームで、まあスイートルームとジュニアスイートってまあ難しい部分なんですけど、私自身はですねジュニアスイートさえもマリオットボンボイでねアップグレードって受けたことがないので、いや今回ねかなり嬉しいですね。ということでこちらにね2泊ねさせていただきますので、まあゆっくりねソファーとかでもね、ゆっくりさせていただきながらね、宿泊ねさせていただきたいなというふうに思っております。ちょっとね今もうねラウンジがねそろそろ閉店時間というふうになりますんで、まあ行ったところでですね皆様にねお見せできるもんねあんまりないかなというふうに思いますので、明日ですねまたね夕方以降ねラウンジ使える時間にまあ行けたらですね、皆さんにねレビューしていきたいなというふうに思いますので、ゆっくりしつつ仕事しつつですね今日のところはね休みたいなというふうに思っております。でですね今回私が宿泊しているのは27階ということで、こちらの上はですねもうあれなんですよね多分バーで最上階なんですよね。ですので、最上階の1個下にね私いるということで、夜景もねかなり綺麗なのではないのかなっていうふうに思いますので、後でですねちょっと電気消してね皆さんにねお見せできればなというふうに思っております。それではねちょっとねこの広いねジュニアスイートの部屋でですねゆっくりねさせていただきたいなというふうに思います。それではねちょっと夜景の方ね撮っているんですけど、いかがでしょうかね。ちょっとね手ぶれしちゃってるかもしれないんですけども、いやかなり綺麗ですよね。ちょっとね分かりづらいんですけども、ランドマークタワーだったりですねインターコンチネンタルのね横浜、ちょっと頭だけねちょっと見えてるかなと思うんですけども、ちょっと分かりづらいですかね。まあでもねかなり綺麗ですよね。こちらですね2つある窓のね片方から撮ってるんですけど、もう1個の方もね後で行きたいと思います。まあそんなにね変わらないと思うんですけども、じゃあちょっと移動したいと思います。それでね移動してきました。もうねちょっと夜遅すぎてですね高島屋のライトとかねもう消えちゃってるんですよね。まあそれでもですね綺麗ですね。まあさっきとねそこまで変わんないかなと思うんですけども、はいこんな感じになってます。いやー綺麗ですね。それではですねもうね夜結構遅くてですねもうね12時回ってるんですよね。これからねちょっとね仕事しつつね本日の方は休みたいなというふうに思っております。それではねまた明日です。おはようございます、2日目の朝になりました。今ね、ホテルの2階の入り口のね前昨日のね、オープニング撮った場所にいるんですけども、これからですねコンパスっていうねレストランに朝食食べに行くんですけども、あちらですね見えますかね、あそこに結構有名なねコンパスっていうねレストランがあります。これからね、朝食ね行きたいというふうに
思います、昨日ね言った通りなんですけども、マリオットモモねプラチナステータスでは、朝食はね今コンパスに統一ということで、ラウンジのね朝食は今閉鎖中っていう感じになっております。で今後はですねコンパスが今一時的に利用できるみたいなねそんな感じで言ってましたので、今後はですねラウンジね再開したらマリオットモモのねプラチナステータスの朝食はラウンジの方にね切り替わるのかななんていうふうに思ってますので、もしねコンパスで朝食ねいただきたいっていう方はですね、今のうちにね行くのもいいかななんていうふうに思っております。それではですね朝食行ってきます。それではですね朝食ねいただいてきました。混雑状況に関してはですね8時頃ねかなり混雑するということ でもうちょっとね早く行きたいなっていうふうに思ってたんですけども、結局ねこの時間になったわけなんですけども、大して混んでなかったですね。まあ今日はね土曜日の朝ということで、まあね週末、まあ明日の朝の方がね混むかななんていうふうに思うわけなんですけども、まあ土曜日のね朝の朝食としてはそこまでね混んでなかったですね。多分10組もいなかったんじゃないかなというふうに思いますね。まあこれからねちょこちょこ増えてくるのかななんていうふうに思うんですけども、まあ8時台でねここまでの混みだったらまあそんなでもなかったかなっていう感じですね。で今私はですね2階のこちらのレストランのね前のねソファに今座ってるんですけども、朝食会場でねこんな感じで持ち帰りのねコーヒーもいただけますんで、こちらねいただいてちょっとゆっくりしてからですねアンパンマンミュージアムね行きたいというふうに思います。アンパンマンミュージアムのねところはね撮影はしませんけども、息子のね誕生日ということで行っていきたいと思います。それではですねアンパンマンミュージアムから帰ってきてですね客室の方戻ってきました。今ね5時半ぐらいかなということで、これからねラウンジの方ね見ていきたいなというふうに思います。今ねちょうどもうそろそろね日が暮れるぐらいで、まだね高島屋の明かりがねついてますね。昨日ね夜撮った時もう消えちゃってたんですけど、今はまだついてますね。ということでこれからですねラウンジの方ね行きたいというふうに思います。それはですねラウンジから帰ってきました。ラウンジはですねプレートの提供で食事ね配膳されるっていうふうになっておりまして、一応ね確認だけさせていただいたんですけども、一人ねワンプレートということでおかわり等とかね一応対応してないっていう回答でしたね。まあここはねまあ聞けばねやってくれるかもしれないんですけども、ひとまずですねブッフェ形式ではありませんので、プレートでね食事が提供されるっていった形になります。飲み物に関してはですね係の方はね常にいらっしゃるということで、まあいろんなお酒ね作っていただけたりとかねしていただきます。でビールとかに関しては普通にね缶で入っているっていう風になりますんで、まあそこら辺はねそのまま取れるかなっていう感じですね。で混雑状況なんですけども、今回ね私たちは5時半ぐらいですかね行ったんですけども、結構混雑してましたね。席はね埋まるほどという風になっているわけなんですけども、特にね2部制とかねそういうね運営方法ではなくてですね、普通にね行けば利用することができるっていった形になります。ということで今日はですねこれからねお風呂等々に入ってですね、今日はねこの撮影している日は土曜日ということで、後でね生放送ねしたいというふうに思います。ちょっとねスイートルームでね生放送させていただこうかなというふうに思っております。それではですね今日のところはこんな感じで、また明日っていった感じになります。それではですね朝食の方ね行きたいというふうに思います。今ね朝の8時過ぎぐらいで、私の顔もまだね寝顔だと思うんですけども、そこちょっとねご了承いただいてですね、部屋からはこんな感じでね景色が楽しめるということで、どうですかね、ちょっと反射しちゃってるかもしれないんですけども、まあ晴れてればね結構ね海まで見えますしね、結構綺麗ですよね。高島の看板もねバッチリ見えるっていう感じですね。はい、どうでしょうか。ということでね、私は朝食の方にね行きたいなというふうに思っております。それでは行ってきます。それでは朝食からね戻ってまいりました。私が行ったらね8時過ぎということで、一番ね混んでる時間帯にぶち当たってしまったんですけども、やはりですね混んでましたね。並びにねなるぐらいね混んでましたので、早めに行かれるのを
おすすめしますね。レストラン自体がですね、人数制限みたいな感じで、席はね埋まっているわけではないんですけども、まあ、街をねかけている感じになりますんで、まあ、いずれにしてもですね、朝食はね7時から、やっておりますので、早めにね行かれた方がいいのではないのかなというふうに思っております。それはですね、本日に関しては、レイトチェックアウト確認させていただいて、16時までね利用することが可能ということで、こちらのねジュニアスイートルームで、ね、16時までねいることができるということですんで、まあちょっとね今回は家族で滞在させていただいておりますんで、ちょっとね散歩とかね行きたいというふうに思います。それですね、今ね3時ぐらいになりましたので、チェックアウトねしていきたいなというふうに思います。いや本当に今回の滞在は良かったですね。これね一応ねジュニアスイートルームということでチェックインの際にね伺ったんですけども、生放送ですね、もしかしたらスイートかもしれないっていう話をねいただきまして、ちょっと調べたらですねスイートルームかもしれないんですよね。一応あのチェックアウトの際にねそちらも確認して、ちょっと字幕等々をね出したいなというふうに思います。でですね、今回は2泊ね滞在させていただいて、1泊はね優勝の宿泊でね、MR4 のプロモーションコードね利用させていただいて、税込み2万5000円ぐらいだったんですよね。で今回はなんとですね、楽天トラベルでベストレート保証をね、ちょっと申請してみたんですよね。まああの本当にパパッとね調べて、あ安いなと思って申請してみたんですけども、なんとねベストレート通ったんですよね。ということで1泊ね税込み1万7000円ぐらいでね1泊宿泊できたんですよね。しかもねこのジュニアスイートが、まあ、スイートがちょっと分かんないですけども、まあスイートルームにねあげていただいたということで、マリオットモームねプラチナステータスで、まあここまでねアップグレードしていただけたっていうのはねかなりありがたいですよね。ということでこれからねチェックアウトねしていきたいなというふうに思います。いや本当にねありがたいですよね。でレートチェックアウトに関してなんですけども、やはりですね後で確認させていただいたらですね16時までね OK ということで、15時までねしっかり、楽しませていただいて、今からねチェックアウトさせていただくっていった形になります。本当にねとてもいい滞在になりましたね。またね宿泊しに行きたいと思います。それでは今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。